皆さんこんにちは、下町ぶっ飛び TV です。本日は半年ほど前にお邪魔した岩尾さんのお宅にお邪魔してみたいと思います。今日のゲストはダーマさんです。ダーマさんこんにちは。はい、こんにちは。今日はね、半年前にね、お話をお伺いした岩尾さんのお家にお邪魔してみたいと思います。ダーマさん、はい、ちょっとこれ半年前もそうだったんですけど、この、はい、鼻毛はどうにかしようとは思わないですか？しようは思わないですね。あと頭なんですけど、ちょっとこう見せてもらって、これは一体なんでこんな形になるんですか？わかんない。この間お母さんにも怒られてましたけど、これ剃るならちゃんと剃った方がいいんじゃないですか？これ。まあ一回だ、全然素人でやるって。まあまあまあ、じゃあ行きましょう。はい、今日も一日よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここは以前約半年前にねお邪魔した岩尾さんのお家です。岩尾さんこんにちは。元気ですか？飯食ったっすか？はいはい。お弁当です。冷たいお茶です。それって、はい、住所が使われてんだよね。住所が使われてた。で、降ろせれよって言うか、いいなかった。あー、役所が間違ってんの。あっと、いきなり。よく覚えてましたね。覚えてる。ちょっと待ってください。どうも岩尾さん。俺降ろせれよって言うんだから。え、降ろせれよって言うの。岩尾さんでしょ、覚えてますよ。覚えてんだろ。住所は使われてる、知ってんの。住所ね、前回住所のお話されて、ほんで、はい、山内カリコが電話入ってるやつだよ、俺の番組で。あ、そうですか。出演者言いだろで、はい、盗まれた、はい、一家証明全部ね、はい、それで、はい、平成何年前だから、桂商店でなかったから。岩尾さん、自分来たのが約半年前なんですけど、この半年間で何か変化はありましたか？変わりなかったわよね。ああ、そうっすか。ただ、はい、やっていかれねえから缶は、はい、ただ使われてから毎日できないってこと。そうっすよね。こんだけ暑いと毎日缶も拾いに行くのも大変でしょう。捕まる可能性ある。本当にポンチも捕まってんじゃねえの。え、警察に上がってんじゃねえの。ああ、飯食えていいですか？飯食えてた。歯が悪いから。え、歯、あ、歯が悪いから。ボロボロ。でも、あの、お金は大丈夫なんですか？お金はたって1,400円かかるで。ん？1,400円かかるでやってるわけ。あ、1,000円ぐらいで。あ、1,500円から。1,500円、あ、1回の缶で1,500円ぐらい。それで、休んでるわけ。毎日やると今度は役所関係が調べれれば、いろいろあるわけだ。俺は犯罪じゃねえからね。犯罪はどこで札を貼ってあるかっていうから、 あのどこで、はい、俺は犯罪じゃなんてもねえんだよ。犯罪だったらとっくに来て連れていかれるよ。ああ、缶拾いですね。缶拾いで。今尾さん、あれチャックの方がまた今日も全開ですが大丈夫ですか？チャック壊れた。座りましょうか。前回来たのがね、1月か2月で、すごい一番寒い時期だったんですけど、その冬を乗り越えたじゃないですか。どうでした、今年の冬は？まあ乗り越えても、寒いはあれ、湯たんぽお湯沸かしていい。ああ、湯たんぽでなんとかこの冬乗り切ったって感じですか？隣にいる方とは合わないですか？合っても訳の分かんないこと言うから。え、なんて言われるんですか？いや、あの、向こうから来て、はい、お前は住所使う、お前が悪いんじゃないんだよって言うんだよ。ああ。何もね、そういうことは、刃物持って暴れたわけでね、喧嘩してるわけじゃねえね。ああ。それで、お前が悪い。使われてもない人はお前が悪いんだって言うんだよ。あ、言われたんですか？そういう話じゃねえだろって。使ってる業者だったら、
ちゃんと金も払うべきなんだよ、はい、そうだろ、はい、寮で使われてるかどこ使われてるか、うん、それで山内から電話入ってるはずなんだ、何も知ってきたら。岩尾さん、この半年間で、なんかこう環境の変化じゃないですけど、もうそろそろホームレスやめて施設入ろうかなとか。施設あるかって言ったら金は入らないって聞いてんの俺は。ああ。病院入っても、はい、あの病院は払ってくれるけど全部払ってるんだよ医者ってこと。払うと救急車で運んでも救急車2万取れるわけだ。取られるそうねんだよ。じゃあ今のところ寮に入ろうとは思ってないんですか。寮入ったって俺嫌いなんだ寮はな。ああ、やっぱりあの集団生活が苦手。ああ、そうそう、うん、いろんなことよね、うん、言われる。でやっぱり今外にいたんですけど、やっぱり家の中はもう暑くていらんない状況ですか今。そうそう、うん、ただ今缶ちょこっとやってきてもね。今日は缶行ってたんですか。缶ちょっと行ってた。ただの缶は、はい、盗人って言うけどみんなやってんじゃないか、とりあえずの人たちは、うん、ね、住みだれようから来て進行ようからも来てる、うん、ほんでユーロは袋を固めておくと待ってたわけだ。袋ね、ちゃんと持ってったもの片付けるなって言うのあれじゃん。それでスクラップの業者は、はい、あの捨てていくんだって、何でもかっても。あ、それで自分が俺将来片付けたって言うけども、それで移されたと。でなんかそのうるさいあれに言われたの。あ、それで帰るって書いて、それで缶は集まねえって言うの。夜もやってるし。じゃあ相変わらず仕事というのは缶拾いをされてなんとか生計を立ててる感じですか。うん、ただね、うん、だって200キロ220円、今227円。あ、それで箱からみんな結構箱から立つ人多いわけ。あ、やっぱりあれじゃないですか、あの岩尾さんといったら、まあ、武闘派で知られた岩尾さんですけど、やっぱりこの缶のなんて言うんだろうな、縄張り争いみたいのでやっぱり喧嘩になったりすることもあるんですか。しない。あ、そうですか。俺はほら夜つぶして早く。あ、もうサッと取って、サッとサッと、俺はね喧嘩はしたことないよ。あ、ただあの寺岡っていうのは、はい、昔から殴ったり蹴ったり。あ、する人もいるんですか。あ、いる。それで警察だったっていうのはあの堀木じゃあの仮王府の、はい、少しして、はい、古い、はい、警察のあれは僕とみんななかったんだ。それを見て分かってるの。あ、最悪で見たことある。やはりこう武闘派で知られた岩尾さん的にはまあ納得がいかない点もあると。この拳一つで成り上がってきたって言ってましたもんね。拳じゃない、太ってる昔から太ってる。昔は結構やっぱり相当やんちゃされたって言ってましたからね。やんちゃじゃないの、山でいつ見られてきたの俺は。若い時から。若い時から、うん、若いって俺はあれだけどね、俺は南砂と北砂伊東区にいたんだから俺は。あ、じゃあその辺が縄張りだったんですね。縄張りじゃない、アパート生活。え、アパート生活やってるの。ああ、アパートで生活。河原の行く頃っていうの、あ、実家を壊してそれで同棲で田舎も帰ってるよちょっと。これからあの冬、長い冬はなんとか乗り越えたんですけど、これからやってくる、夏の地獄の真夏がやってくるんですが。そうです。岩尾さん、その辺はどういうふうに。まあ、こういう際ってちょっとやつのところだと思う。ん、こういう、あ、公園に。あ、じゃあ一回こっから引っ越しですか。そっちは自転車乗ってて、それで なるほど。なくなったら暑い日中は公園で休んでる。公園の日陰で休んで、また夜になったらお家の方に戻ってきてって感じで。じゃあそれが毎年夏のこう、そう繰り返しやってる。ああ、そうっすか。ただ隣が俺と合わなくて、ただ青森だって言うけど、はい、みんな車線上がってるの、僕で上がってるの全部。俺じゃねえからね。あ、俺は上がってねえからゼロだから。
警察には。あ、隣の人と今反りが合わってない感じですか。あ、今揉めてるんですか。じゃあ揉めてるわけじゃないけど、お前がどの子とか。岩尾さん今おいくつでしたっけ、失礼ですけど。もう小20年だから、佐賀とかだから、79歳ですけど、岩尾さん今後はどういうふうに考えてるんですか。考えてまた伊藤さんって農家やりますよ。農家、あ、田舎に戻って農家をやりたいなと思ってるんですか。あれ田舎どちらでしたっけ。岩手。あ、じゃあ岩手に戻ってもう一回農家でなんとかやりたい、やり直したいって感じなんですか。今岩手の実家の方には誰かいるんですか、身内の方。いますよ、ちょっと。え、ご兄弟の方とか。いますよ。あ、そうっすか。連絡は取れてるんですか。連絡は毎回取ってあったの、電話で。電話で、まあ、東京にいますからって。はい、まあ、東京ではどこ東京で、ずるいのは、はい、焼き芋と屋台があったの、自宅が。はい、それ全部ぶつ壊して分からなくなったの、ずるいのは。あれ、岩尾さん今ここに住まれて何年目でしたっけ。5、6年このようにこの高速の下で生活されてるんですけど、四つ木から出てきた。あ、四つ木からね。僕の四つ木、もともと四つ木にいて、それで移ってくれっつうから、俺がどうも買ってあるから、それもで捨てるわけにいかないから、保険、死んだ保険と写真一番で取られてる。今そんでここに、まあ、5年間いるわけですけど、もうそろそろここから出たいなとか、もうまともな生活したいなっていうのは思わないですか。それは考えてます。ああ、それ自分が今後そのまともな生活に、まあこう今後ね、岩尾さんがまともな、まあ、ちゃんとしたお家とかアパートに住むにはどうしたらいいのかっていうのは岩尾さん自身分かってるんですか。どうしたらそういう風な生活ができるか。できるって山内カリコバーだから、俺が全部あれちゃんだから。ああ、うん、なんかね、今、まあ、ずっともう79歳でずっとここでちゃんとした生活に戻りたいっていう思っててもこう戻るのってなかなか難しいことだと思うんですけど。いや、できます。何かこうきっかけというか。あります。あ、じゃあそういう糸口っていうのは岩尾さん自身分かってらっしゃる。ああ、そうですか。仕事は、はい、若い人たちの仕事だけども、糸川は結構仕事があるわけ。ああ、そうすか。賃金はちょっと安いわけ。もうあっという間ですね、半年。あれからもう半年でしたけど、自分のことすぐ分かりましたか。覚えててくれたんですか。分かってるよ、ちゃんと。ああ、そうすか。いや、大田区も派遣会社だから知ってるやん。派遣会社。自分派遣会社じゃないですよ。だからこういうホームレスの人たちに声をかけて仕事をさせようとか、そういう、なんて言うんだろうな、そういうんじゃないですよ。ただホームレスで生活は、あれはクーダーと出しませんって聞いてるので。今缶は週に何回ぐらい拾いに行ってるんですか。缶は週に今日行って、水曜日と、はい、木曜日と金曜日で行っても間切ってるわけ。じゃ週に3回ぐらい行ってるんですか。行かないから、1日で行ってそれでやってるの。あ、安いので。で1回缶取りに行って大体1500円。もっとやってそう。じゃあ1週間に1500円ぐらいの収入しかない状況で、はい、じゃあ飯はでも毎日それじゃ食えないんじゃないですか。まあ休みを食えれば、あとは友達がボランティアやってる人がベッド移したり、いろいろでやってるから。そうですよね、1週間1500円ってなると、まあ1ヶ月だいたい5、6千円の収入で毎日食事を取るってすごい大変というか難しいと思うんですけど。そうです。じゃあ毎日飯食えてないんですか。食ってないよ。食えない日もあるんですか。そういう時ってどうしてるんですか。そういう時は役所の炊き出しみたいのなんか持ってきてくれていく。あ、ここに、うん、あ、そうなんですか。なんかブレたやつの量のあれだよ。具合は悪くないですか。体は壊してないですか。見た感じお元気そうですけど、
じゃあ毎日飯が食えないっていう状況は。いや、もっと取ればいいけども、結構あっちこっちは来てやってるから取れないの。ああ、本当夜と、本当グループでこうやってやってるから。ああ。グループで入ると、こうだぞ。お互いに、はい。飲む人は食わせてやる気がいいんだから。じゃあもう、取りに行っても缶がない状況になっちゃってるんですね。ああ。今、自転車で動かれてるんですか？自転車。いやー、大変だな。大変は大変だよ。やってみた。1週間の中で食事ができない日っていうのは週に何回ぐらいあるんですか？週に1日何も食べれない日。食べれるのかばって、かばしてやるから。ああ、週に3回ぐらい食べれない日があるんですか？ああ、そうなるとやっぱフラフラしたりとか。フラフラはしてても力が入るんだけど、 力入らないじゃないですか、飯食わないと。入らない。で、腹減ったら夜も寝れないでしょうし。いや、寝れるよ。あ、寝れ。酒は飲まない。酒飲まないんでしたっけ？タバコは吸うんですよね。タバコ吸う。タバコ代はどうされてるんですか？タバコ渡って1500円だったら、ようやく持ってんだから、安いよ。それは何、缶拾って。でも1500円しか入んないのに500円タバコ使っちゃったら、飯だったりこう飲み物だったり、そういうのは回してなんとか感じで、ね、湯はちょっと嫌だね。じゃあ岩尾さんが今後、湯は代わりを出さねえんだから、みんな一緒に打てる含まって払ってから、それで食えねえからって、はい、缶をやってるしてるわけ。中に寮に住みながら缶を。でもそれはやっちゃいけないんですもんね、寮入っちゃうと。入っちゃう、払ってからもらえねえから。それでやっちゃいけないんだよ、寮に入ってから。ほんで福祉もらってもそれもダメなんだよね。ごまかしてんじゃねえかって。ああ、なるほど。ちょっと待って、ダーマさん、はい、まあやっぱりこういう生活されてる、うん、岩尾さんとかに何かこう聞いてみたい話とかって何かあったりしますか？はい、ああ、1個聞きたいな。うん、アルミ缶ってちょっとでも値上がりするとやっぱり買い物の仕方とか変わるのかなと思って、それ聞きたかった。俺誰も聞いてなかったからいい。それアルミ缶は絶対今上がったじゃん、ちょっと上がってるじゃないですか。上がって1キロ227円。上がったからどうなのかなって、買い物の仕方とか絶対変わるのかな。いや、だから岩尾さんあれですよね、一回缶取りに行っても1500円分ぐらいを取ってるって感じですもんね。じゃあこういう計算なんだよ。あ、それが缶の、見せてもらっていいですか？ちょっと今度こっち向けてくれ。あー、なるほど。だいたい1540円。そうそう。で、これが7月の10日だから今日か。今日。あ、今日も行ってたんですね。じゃあこれ計算。1500円の収入でだいたい1500円取ってきたら、その1500円ってどういう風に使うんですか？1500円はあとは暑いか冷たいコーヒーか、はい、お茶、はい、あと大敵飲んだり、はい、そうです。ああ、さっき、そっか、酒飲まないですもんね。うん、あとタバコは、ね、タバコは欠かせない。ダムさん、なんか他に聞いてみたいこととか何かありますか？いや、そっか、買い物の仕方変わらない。あ、そっか、そっか。たとえこれ1540円で、じゃあそこで仮に1600円なんても変わらない？100円ぐらいじゃ変わらないのかな。変わんねえだろ。100円じゃねえ。これが1万5000円ってなれば、あれはあの潰されてパイプ持ってきますよ。ただ箱ころも取ったりいろいろやっていいから。俺すぐしないから、ゴミが取ってくる。いいやつ。それで俺今やっぱり取る人が多いから。多いの。大変ですよね。大変の。だってホームレスの人以外の方、一般の方でも今缶拾いされてる方って結構多いと思うんですよ。売りに行っても
あの缶の買い取り場所を自分たまに見に行くんですけど、やっぱ車で来てる一般の方が結構目立ちますもんね。です。それでなぜうるさくなったかというと、これ縛られて全部一切何でもやってるわけ。縛られ事務所でね、車何でもいいで、そういう役所となってる。岩尾さんもいつまでもこんな缶拾い、言い方悪いですけど、いつまでもこう缶拾いをしてこのような生活をしているわけにはいかないと、いかないと思うんですけど、なんとかねこの生活を岩尾さんの場合やめたいって思ってるから、そのなんとか普通の生活に戻れるようにするにはどうしたらいいのかっていうのを考えてるんですけど、どうしたらいいもんでしょうかね。まあ二人で相談してたって、いろいろね、いるんだから、ちょっと別れてるわけじゃねえから、ただ僕の死んだばあちゃんのところにいるんじゃねえかと。てかダーマスさんもさ、はい、今は実家住まいで、はい、まあ、お父さんお母さんが元気で、ね、はい、今のとこいるけど、もしお父さんお母さんがこの先亡くなっちゃって、はい、でダーマスさんがもしこのような家がない状況になっちゃった時は、はい、ダーマスさんだったらどうしますか。あ、自分だったらとりあえず最初にこんな形だったら最初住まい作っちゃおうかな。自分は住まいっていうのはだからテントハウスでもブルーシートハウスでも、あ、まあ言ったら小屋を、うん、小屋を作って、うん、それから考えると、それからか最初小屋から作って。でもね、みんな、まあ、ホームレスの方たちみんなが言うんだけど、はい、一回ね、岩尾さん、ああいう風にさ小屋を作って2、3日住んじゃうと、その生活がいいってなっちゃうんですよね。そういう人も多いんですよね。あ、俺もうこのままでいいやってなっちゃう人がね、結構多く見られる。で、ダーマスさんも言ったらそれでもいいって感じなんですね。自分はそれでもいいと思って。なんかこう、ああいう普通のアパートに入ってとか、うん、多分ないと思う。そういうのはないんですか。うん、ないと思う。なるほど。岩尾さんはもう早くも、一日も早くこの生活をね、なんとかね脱出したいっていう気持ちが、それは考えてます。ただ寮に入るのは嫌だもんさ。寮じゃ全部聞いてあるから俺は。ってなると自分が思うには、まあちょっとなんて言うんだろうな、まあ仕事をして金を貯めないとそれって難しいんじゃないかなと思うんですけど。金貯めるのは簡単なの、意外とできる。金を貯めるのは簡単。今失礼ですけど、岩尾さん貯金はあるんですか。貯金なし。ない。使われてからできるんだよ。失業結婚責任アルバムが全部やるんだから。ああ、貯金は簡単だけど貯金はない。なるほど。だから言ったらあれっすね、岩尾さんは今あんとこ貯金をしようっていう気持ちがないってことっすよ。だって別に住所は使われてれば今度はガッポリやらってね。ああ、そういうことあるね。作ればね。ちなみにダーマスさん今現在45歳ですけど、はい、貯金っていうのはあるんですか。ないです。ゼロ。ゼロ。なるほど。いやそうなんだよ。ダーマスさんだからさ、今岩尾さんがこういう生活してるわけじゃん、はい、で岩尾さんはもうこのホームレス生活を早くやめたい、はい、どうにかしたいっていう状況を、じゃあそれを一般社会に戻るっていうにはどうしたらいいと思う。とりあえず募集広告とか何でもいいからあったら、とりあえず手当たり次第。あ、仕事、うん、ただ岩尾さんの場合は、はい、身分証がないんですもんね。身分を証明するものもないし、携帯電話とかそういうのもないから、ちゃんとした会社で働くっていうのが今すごい難しい状況なわけよ。だから缶を拾ったりとかして、なんとか今みたいにさ一回缶拾って1500円、その日その日をね今生きてってる状況ですからね。1日5000円ぐらい取れれば、まあ半分貯金して、でも結構な人数かかるよ。きつい。なんか岩尾さん、自分たちに何かできることってありますか。いや、それは考えてあります。ちゃんと
なんか自分たちにこうしてほしいみたいなのって何かあったりしますか？それはしなくても詰めて、はあ、なんとかな。じゃあもしさ、俺がさ今の岩尾さんの立場だったらどうするんだろうって考えたら、はい、年が79歳で身分証もない何もない、どうやってでも仕事をする元気はあるですからね。でもね、仕事をその会社に入るのだとさ、やっぱ入れないわけじゃん、身分証明するものがないから。じゃあそうなった時どうするかってなったら、やっぱり国とか区を頼るしかないんじゃないかなとは俺思うんですけど。役はいらない。それは岩尾さん自体嫌なんですもんね。区は面と目でもらっても実際それやるとかできないんじゃないかと、いろいろあるんじゃないかと。もうこの年になってからさ、じゃあ一般の社会に戻るって結構難しいことだよ、うん、どう思う？きつい。やっぱり何もないと、たとえ仕事できたとしてもそういうのあるかないかでやっぱりね、使わない、雇うか雇わないかって決めちゃうとこもあるから。だから一番いいのはさ、はい、住み込みで仕事ができるところで、なおかつ、まあ、身分証も電話もいらないよっていうようなところがあれば、うん、この生活はなんとか切り抜けることはできるよ。うん、それはできる。客観的に見てさ、寮は嫌だ、国に頼るのは嫌だ、でもこの生活は嫌だってなった時、まあ今の岩尾さんがそういう感じじゃん、はい、だからそういう場合ってどうしたらいいのってなったらさ、もう金貯めるしかないよな。確かに、ちょっとでも。でも金だけじゃさ、うん、寮に入ったりなんだ、なんだ、部屋借りたりすることもできないわけじゃん。できない、やっぱりないと。こういう人がさ、日本にはさいっぱいいるんだろうな。どう思いますか、岩尾さん。いるだろうね。そうっすよね。まあ、岩尾さんも今言ったらそのうちの一人じゃないですか。一人ってわけで言っても、言っても何の妻だって言うから、向こうでは電話してんだから。ああ。来てる、知ってんの俺。俺の電話は、郵送電話何でもできるって言われたから。毎日やっぱり岩尾さん、もう早く、例えばね、寒い冬の夜とかに、ああもう普通の家に行きたい、ストーブがある家で寝たいとかっていうのはやっぱり考えますか？一人で寂しいなって、そういう気持ちもある？それはない。それはないんですか？ただやっぱり寒さや暑さ、うん、それで悩んでるな。でもね、自分からこうアドバイスじゃないですけど、できることって言ったらやっぱりその集団生活だったり規律とか縛りを我慢して、そういう生活保護だったり寮でお世話になるのが一番じゃないかなとは、ね、僕は思うんですけど、それがやっぱり嫌なんですもんね。ダーマさんだったらどうだ、79歳になって、はい、こういう路上で生活されてもうどうしようもないってなった時でも、はい、こういうところにちょこちょこ見に来てくれて、うん、寮の案内とかそういうの持ってきてくれたら、はい、ダーマさんだったらその寮じゃあ入ってみようかなと思う？出されないって分かってんだったら入っちゃうかな。あ、寮を出されないって、出されないって条件だったら、じゃあ一生俺をそこで見てくれっていう感じ？そうそうそう、あ、出されないんだったら。まあ、その辺がちょっと難しいっすよね。なんか寮に入ってもこうたらい回しにされるって言いますもんね。そうそうそう、それはありますよね。うん、でみんなそれで嫌って断っちゃうの、はい、ああなるほど、はい、嫌いなんだよ。いろんな問題あるわけじゃん、言われて。そうですね、やっと住み慣れてきたなと思った頃に、うん、また出てってくれ。あ、そういろんなあれがあると。だから、うん、すぐ岩尾さん今これ暑いからすぐダメになっちゃうから、うん、で夏はねやっぱ
暑くて食欲ないかもしれないけどね。どうですか、うまいですか。この先どうしたらいいか分かんないっすよね。どうしてあげたらいいのかも分からないんだよな。やっぱね、食べないと体力どん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 ね。今んとこ岩尾さんまだ体がね動くからいいですけど、これで体動かなくなっちゃったらね、もうそういう時はもう迷わずここに声かけに来てくれる人たちにもう限界だって言った方がいいっすよ。なんとかしてくれって言えば必ずなんとかしてくれるはずですから、なんかあんまりこう量はやだ、縛られるのやだって意地張ってても、まあ、しょうがないと思うんで。いや、しょうがないって言えるのは、まあ、考えていいからね。うん、そうだね。もしね、その量に入った時にあ、もっと早く帰っときゃよかったなと思うぐらい快適かもしれないし、まあ人付き合いが苦手だからね、岩尾さんの場合は最初はちょっと我慢かもしれないですけど、まあとりあえず体がね元気だったっていうのは自分も今日会えて安心したんで、また岩尾さん、俺ここよく通るんで、通るたんびになんかこう飲み物だったり弁当持ってきたりで、今日俺少ないけどちょっと置いてくんで、なんかの足しにしてもらえれば、うん、じゃあ岩尾さん、今日どうもありがとうございました。もう限界だ、助けてくれって、かっこ悪いことじゃないですから、ちゃんと言ってどうにかねあれした方がいいと思います。すいません岩尾さん、じゃあ自分この辺で、体壊さないように、はい、ありがとうございました。そうだよな、これじゃ暑いよな、これじゃ暑いっすよね。これがね、岩尾さん家のこの、よくあそこにでもロープかけましたよね、前も言ったけど。いや、かけるのかけて、長いところに行ってやるのよ。くあんな高いところにこの、まあ言ったらこれが岩尾さん家の大黒柱ですもんね。家庭と技いからまだ笑顔がね見れてよかったです。じゃあ岩尾さん、どうも。ここがね岩尾さんのお宅なんですが、すぐな隣にはね、じゃんとターちゃんの家があるんですが、今日ターちゃん自転車ないからいないのかな。